平田翔山釜です。玉鳳釜です。林です。はい、今回は、前回作った杯の部分ですね、真っ白い杯を削っていこうと思います。削ってるのを見てたら気持ちいいですよね。こう形がどんどん変わっていく。ああ確かに。もらいたいと思います。まず動画はこちらです。めっちゃリズムが楽しい。真似してるだけですけど。これでまず中心を合わせていきます。中心合わせないとやっぱブレジます。うん、グワングワンだし。で今回はもうそれは固定線で、もうそれで固定されてるの。されてます。結構重たいんですよ。なんでそうそう力加えない限り大丈夫です。それはもう土で作ってるってこと。そうです。土から作って、それを長い時間で乾燥させれば割れないので、で削って芯を出して、その芯出しっていうのがなんかこうやっぱろくろではあれですよね、一番大事というか。大事ね。これで今ブレてないんですよ、全く。で、何個完成しますかね。逆にこれいいねってなるのが何個あるかな。1、2個あればいいじゃない。最初に試しなんで、まあ、またダメやったらまた作ればいい、ね、そう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 。いきます。今回は高台がないので、うん、がっつり削っていきます。お、どうでしょう。まん丸に。かっこいい。これいいですね。現代的。これをこう乗せて杯にするっていう。おお、はい。ちょっとなんか見えてきたね。バランス取って。これやっぱあの杯に高台がない分、手に持った時めちゃくちゃ軽く感じるやろうね。確かに。しかもここに全部絵付け入れれますよね。ここ入れれるね。で飲んだ時に相手にちょっとかっこよく映るっていう杯が、はいはい、いいねいいね。もうちょっと軽くしたい。この魅力ってほんと軽さよね。めっちゃ軽くできますよね、しようと思えば。うん、高台がないので止まった。上下に振ったのはロックをする難しいですよね。手付けを横に振ってるだけだから。ああ。なるほど。これのが可愛い。どうでしょう。いいね、このコントラスト。
はい、終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。もうちょっと笑っちゃってるんですけど。そうですね。完成しました。いやいや、ほんと。いや、これはやばいね、マジで。見たら多分笑うよ、もう。逆にね、プロがやってもこういうこともあるんですよ。いやでも面白いと思うんですよ、僕的には。そうっすね、もう本当にオブジェみたいな。学生に勇気を与えるよね。あって。はい、じゃあ行きましょう。はいはい、ではよろしいでしょうか。こちらの方です。はい、ありがとうございます。おお、はいはい、完成です。はい。一番まとめればどれかな。こっちこっちが金之助くん作の、方ですね。はい、ちょっと説明をお願いします。そうですね、これは結構段を意識して作ったんですけど、ちょっとバランスがちょっと不安定というか、まあもともと不安定なんですけど、これ。いやいやいや、これに限らずですけど。特にこれとかはもう面白いです、面白いです。受けないんで、普通に。そのもともと杯台っていうのが、林さん説明をしていただいていいですか。はい、ある程度イメージとして。本当は結構もう台がもう少し安定してて、はい、で上の部分だけをこう置くみたいな感じなんですよね。はい、そうです。なんですけど、ちょっとね。でも今回はね、不安定な感じになっちゃった。新しい間でいいじゃないですか。捉え方ですよね。さあ、新しいと捉えるか、失敗と捉えるかは、本当。失敗はないですもんね。失敗はない。失敗を次に努めば、それ成功になる。じゃあ次は、あきしくんので。僕のですね。はい。これが、僕が作ったタッチ。わ、かっこいい。基本的にその上の杯はこう、もう高台全くなくて、ここにも、うん、林さんに絵を描いてもらおうと思ってます。うんうん、で、この台なんですけど、これも飾り用ですね。うん、はい。はい。大杯として作りはしたんですけど、飾っていただければと。これだけでも自立はするので、うんうん、はい。これでお酒はもちろん飲めます。おぉ、かっこいい。新しい形やね。まあ、っていう感じで、うん、とりあえず今回は。いやいや、面白かったですね。うん、でも、ほんとやっぱ、普段の仕事と違って、これやっぱ楽しい、陶芸って楽しいなとも思えるんで、やっぱりこういうの知ると。まあでも、みんなふざけて作ってたわけじゃないもんね、一個一個。だから面白いですね。そうそう。真剣に作ったから、真剣に一個一個向き合ったからね。本当に杯だけ見ると使いやすいと思うので、うん、その、この台の部分が問題があるんですけど、そのやっぱ、イメージ像というか、確かに確かに、はい、それがちょっと僕たちも明確にできずに、ちょっととりあえず作ってみるかみたいな感じだったんで、うんうん、はい、はい、まあ世間、まあ、いろんな人の見方があるから、うん、いいって人もおれば、うん、なんでこれっていう人もおるけど、でもそれが作品の面白さだと僕は思ってるので、うん、けど、まあ、ちょっと完成まで頑張って持っていこうと思います。はい、はい、じゃあまた次の動画は、林さんの絵付け動画、はい、頑張ります、なりますので、そちらを見ていただけたらと思います。はい、以上で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。